はい。ああ、ビデオにしてください。はい。お願いします。はいよ、ちょっと待って。俺をオンにするか。あれ？はいはい。あ、こんにちは。はい、こんにちは。いいですよ。はい、言いますよ。はい。はい、手を合わせて。はいはい。そうそうそう、お父さん教えてあげないと。画面にエコつく。それでいいよ。はい、じゃあ、OK。どうかな？いい感じる？お腹あったかくなる？うん。はい。体があったかいですよ、ほら。はい。意識をお腹に当ててください。はいはい。ですか？なんかが入ってくると思って。手をよく見てんですよ、この手を。はいはい。手を見てください、この手。見るだけでいいです。はいはい。はい。おーら。お腹があったかくなる。ほら。どうかな？あったかいです。どんどんあったかくなるよ、ほら。うん。それで、今、体の上の方に気が上がるかな？意識を上の方に持ってきて、はい。はい。ほら、気持ちがどうですか？楽でしょう。はい。ほら、手をよく見てる。はいはい。ほら、肩がどうですか？凝ってます。いいですか？肩からなんかが抜ける感じにならない。普通とは。ガスが抜けるように、肩からスーってなんか外にエネルギーが出てくる感じしない？わからなきゃわかんない。ん？ちょっとわからないです。うん、いいよ。じゃあ今肩があったかいかな？はいはい。どう？温かくなってきました。どんどん温めてください。はい。そうするとそこからなんかシューって抜けない？わからない？はい。じゃあちょっと待ってね、こっち見てね。いいかい？この手見るんだよ。いいかい？肩のオーラを切るからね。切るってわかる？オーラ、オーラ穴開けるから。いいかい？よく手見て、この手いいかい？はい、右肩から行くよ。いいかい？よく手見てんだよ。はい、切れた。はい、今度左肩行くよ。手見てて、この動きを。いいかい？はい、切れた。はい、今度どうかな？丹田から入る、ほら。肩に穴が開いたからそこからスースー抜けるよ。どうですか？ん？抜けない？不思議な感じがします。もう、それがもうちょっと思って。はい。お腹から入った気が両肩からスーッと出る、ほら。はい。どうですか？スースー出てるでしょう。どうかな？うん？手をよく見てね。はい。うん、どうですか？暖かい感じがします。はい、それが外に出てくる感じしない？スーッと。はい。ほら、スースーするでしょう。どんどん出してください。はい。うん。ほーら。悪いもんが出てくる感じしない？します。うん。どんどん出して。はい。お腹から吸って、吸って、それを外に出す方まで。はい、この手をよく見て、この動きを。
はい、出てく、出てく、どんどん出てく。どうですか？体が楽でしょう。はい。ほーら。はい、声だけ出ると今度スースーが止まるよ。はい。どうですか？体が少し楽になりました。楽になったでしょ？ほーら。どんどん体が楽になるよ。ほーら、すごいね。どんどん楽になる、ほーら。なんか知らないけど、エネルギーが中でどんどん湧き出てくる。はい、今度は足の方にその木を落とす、スー。この手を見て、ほら、下に下に流れてくる、ほら。どんどん流れて下に、痛いとこまで行く。その痛いとこがあるでしょう。そっからスースー抜け出すと、ほら。ほーら、足の先っぽかな？スーッと風が吹くみたいに抜けていかない？はい、それをわかります。どんどん抜いてください、はい。はい。ほら、この手を見て、この手が下にこう向いてし、ほら。下に抜けてく、ぐいぐいぐい、ほら。ほーら、もっと抜いて。はい。どうぞ、抜いて、抜いて。スースー抜けてく、足から、ガスが。はい。ほーら、足がくりくり動く、動かしてみて。どうですか？曲げてみて。どうかな？一番痛いところがなくなりました。もっとなくなる。どんどんこの手を見て。この手の動き。ほら、下に抜けてぐ、抜けてぐ。ぐーっと抜ける。ほら。よ、ぐー。はい。ぐー。両足楽でしょう。はい。いいですね。気持ちが今楽でしょう。はい、楽です。ほーら、なんか、ふわーって浮いた感じするでしょう。はい。いいぞ、いいぞ。あと、どんな悩み事ありますか？うん。毎日。うん。自殺願望があります。自殺願望を何であるの？遠隔で、うん。包丁を持った女の人たちが、うん。毎日私に死ねるとか、殺してやるとかって言うんですよ。うん。どこから出てくる？家の窓の外から見える、うん。他人の家の窓から、うん。顔を出して、うん。ほんと振り回してます。ああ、それいいかい？アジナ、ここが開いてるから。おでこのここ、ここのとこいいかい？はい。こういう風にしてるいいかい？よく見てんだよ。はい。これがだんだん閉じてくる、ほら。ぐーって閉じた。あなたはアジナが閉じたから見えない。おでこをこうやって見えないよ。はい、今窓を開けてみな。おお、ここ、ここ、いいかい？こうやって真似して。そう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 。はい、閉じた。今窓見れる？見えます。そこから覗いてる人誰いる？女の人。うん。こっちの大ぐらいの人たちです。見えてる？だんだんそれが見えなくなってる。窓見て。は
ほら、だん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 見えなくなってくる。どうかな？ちょっと消えません。ないだ、消えない？うん。もう一回行くよ、ほら。よくここ見てるかい？ぐーってここ見てて、僕のか、顔面。はい。はい、閉じたよ。ぐーっと閉じた。閉じました。はい、見てください。見えるかな？見えます。まだ見える？はい。じゃあ、いいかい？頭んとこ手こうやって。三回回して時計方向に。で、頭を押さえて。はい。意外？これで気がいってる。アジナが閉じる、アジナが閉じる。もう見えなくなってくる。ほーら、だんだん見えなくなってくる。心で見てごらん。心で見えないでしょう。どうかな？ちょっとよくわからないです。まだ見えます。見えないよ。見えなくなってくるから、ほら。これをこうやってここを塞いで。はい。そのまんま10数えてみな。見えなくなる。10数えて見えなくなる。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 ほーら、こう手離してみて。こうやって。見えなくなる。はい、どうかな？見えなくなる。うん。見えなくなる。10回数えました。はい、どうかな？ちょっと薄くなりました。うん、どんどん薄くなる。どんどん薄くなる。すーっと、そうそうそう。すーっと消えていく。ほーら。すーっと消えていく味なの見えるの。どうかな、ほら。薄くなりました、かなり。まだまだ薄くなるぞ。スーッと消えていく。ほーら、この手を見てて。この手の動きで、そのアジナは、閉じていく、ぐっと、ほら、エネルギーが出てます。はい、閉じる、閉じると5回言う。閉じる、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 閉じる。いいですか？ほら、薄さがもっと薄い。かすかに、もやみたいになる。ほーら、心が楽になる、見えなくなってくると、ほら。心が気持ちよくなってくる、ほら。どうかな？どうですか？なりました。はいはい。ちょっといても、苦しいです。どこが苦しい？胸が苦しい。はい、手を下ろして。はい。いいかい？気を下に下げる、そうすると苦しくない。は
はい、もっと下げて、ほら、通過した。アジナじゃなくて、アナハタんとこに降りてきた木が。それを通過して下の方に持ってくる、丹田の方に。丹田わかるでしょう、お腹。はい、お腹まで降りたでしょう。右に5回ぐらい回して。そう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 。ほーら、硬くなった、そこが。はい、どうですか、見えんのは。まだ薄く見えます。どのぐらい？かなり薄いです。じゃあ、今日はここでやめとこうね。明日になったらもっと薄くなる。それより足直しましょう。はい。足がスーッとしてるのはどうなった？あ、足は大丈夫です。はい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 。今度は足が暖かくなる。はい。いいですか？あと音叉鳴らすから、音叉の音を聞くと同時に、その足の痛みはもっと良くなる。いくよ。一回、二回、三回、だいぶいいよ。四回。はい、五回、最後まで聞く。ほいどない。はい、立ってみな。体楽だから。はい。うん、いいよ、立って。あ、スーッと立てます。お、よかったね。歩いてみて。あ、動きがいいや。大丈夫です。ちょっと軽く飛び上がってみな。どう？響く？オッケーオッケー。大丈夫だ、それで。くたぶれたでしょ、ゆっくり横になって。はい。はい、いいですよ。どうかな？もう終わりよ。あなたは終わり。ゆっくり寝ていいですよ。横になっていいですよ。はい。はい、それでストレスが取れていく、ぐーっと。楽楽楽。はい、お父さん変わっていいよ。はい。どうですか？そうですね。声がやっぱり。ん？うん、いいよ。それだからやるわけ。ああ、わかった。うん。ほら。これ、丹田位から入れて、キュー。どうかな？お尻とか、うん？お尻が赤くなってきました。はいはい、いいよ。手をよく見てる。はい、エネルギーがだんだん上に行く。はい、どの辺まで行った？胃の方まで行きました。ん？胃の方まで行きました。胃からもうちょい上上げる。胸から上げる。どの行きました？はい、耳のところの外。耳の内側の鼓膜のとこまで上げる。来ました、両耳行きました。はい、外。両方に出てくるガスがふわっと。どうかね。耳の中からスーッとなんか出てかない？耳がまだ熱い。もうちょっと温めてみな。そうとガスがスッと出る。ほら、今、ここ反応来ました。出てるでしょ、スーッと。どんどん出す、出す。どうかね。
ほーら、出てくる、出てくる。スー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 耳から出てくる。どうですか？出方がだんだん少なってくる。ほーら、もうほとんど出ない。出ないとそこがあったかくなる。ふわふわ。あったかくなってきた、ほら。体が後ろに押される、ほら。ぐーっと押されてる、ほら。もっともっと倒れちゃう、ドン。はい、金縛り上からぐーっと圧力がかかる。声は出るけど、体は動かない。おー。どうですか？金縛り。いいですか？上から圧力来る、動けない。動こうとしても動けない。はい、動こうとしてください、動けない。どう？金縛りになってる。いいですか？ここで耳の鼓膜が嫌な音が聞こえなくなる。ほら。ぐーっと圧力かかって耳に嫌な音は聞こえない。霊界の音は聞こえない。三次元の音は聞こえる。ほーら、耳が三次元だけ聞こえる。あ、ぐんぐんうなってる耳。四次元的な変な声は聞こえない。どうかな？ほら、聞こえない、聞こえない。はい、立てない。今度は立てない。立つときはどうする？ほら。はい、閉じてみて。どうですか？はい、起きられた。はい、耳はどうかな？どんどん減ってく。ほら。一人減り、二人減り。どんどん減ってく。ほーら。どうかな？ほら。ぐーっと減ってった。今一人です。一人が、一人の子供みたいなことを喋ってます。どうかな？まだ聞こえます。手を見て。ほーら、どうかな？まだ聞こえます。ん？よ？どうですか？まだ聞こえます。だんだん小さいでしょ？はい。もう一回。よく見てんだよ。ほら、どうかな？小さいです。ん？小さいです。あとは時間とともに消えちゃう。すぐ。ほら、どうですか？うん。一つの声になって、しかも小さくなったんで楽です。楽でしょ？はい。ストレスもなくなる、ほら。
あ、なんかすげえ、すげえ、あの、うん。まずビクビクしてたのが、はいはい。なんか安心して、安心感が、なんかあります。来たでしょ？一緒に奥さんとそこ横になって寝ちゃった方がいいよ。あ、はい。はいよ。あとは携帯切るから、そのまんま横で寝てください。はいよ、バイバイ、こっちで切っとくから。はい、さよなら。はい、終わります。バイバイ。はい、終わります。OK, OK. これでだいぶいい。これでもう大丈夫でしょう。多分大丈夫です。はいはい。はい、遠隔終わり。竹巻さんかな？竹巻さんの遠隔が終わりました。はいはい。それで、まず、思うだけでいいですから。はいはい。ね。で、手は関係ないですね。はい。何が？手は関係ない。あ、関係ない関係ない。もう、何でもいい。どんな状態でもいいから。私は、外側にこう、エネルギーを送ってますから、はい。はい。どっかが穴開いてると、あったかい感じがします。そのエネルギーからですね。うん、そう。それもわかんなくてもいいです。なんかどっかあったかくない？ほら。顔とか、背中とか、手とか、どっかがふわんとあったかくない？今のところないですね。じゃあ、あったかいとこがあると思うの。思う。思うと人間というのは、意識がけをかかると理解できるから。はいはい。はい、わからないね。ん？肩あたりがなんかぬわってあったかくない？胸あたりがね。おー、いい、そうそう。いいですか？胸があったかいでしょ？そのあったかいと思うのをどんどん強くしてみて。はい。そうすると、あら、本当にあったかいっていうのはわかるから。うん。これがイメージです。イメージね。おー、いいですよ、ほら。あなたどこ悪かったんだっけ？私はパーキンソンです。あ、パーキンソン、ドパミン出ないだけだね。ドパミンですね。ドパミン、それはストレスで出ないんでしょう。あ、そうなんですか。はい、人形が弱ってるの。あなた冷え性でしょう。そうですね、足が特に、ね。あ、そうそう、足が冷えるから腎の働き弱る。そうすると脳からドパミンが、ドパミン出るんだね。はい。それが出が悪くなってる。あは。で、足を冷やしちゃダメ。いいですか？はい。今、胸のとこがあったかいでしょ？今、どう、あったかさどうですか？スワーってなんか入る感じしない？そうですね。わからないかな？じゃあ、意識でね、スワーっとすると思って。スワーッとね。そうそうそう。そうそう、それでいいからね。はい。はい、意識でそう思うとどうなります？はい。なんとなく、スワーッと入ってくる感じするでしょ。はいはい。それでいいの、それでいいの。意外、続けますよ。はい。はい、今度、丹田開けてみてください。丹田開ける。はいはい。はい、イメージで開いたな、開いたなと思う場合。思いました？はい。はい。手からあなたの丹田にエネルギーが行きますよ、ほら。スワーッと流れてくる、ほら。どうですかな？そうですね。そうそう、そうですね、でいいです。そうしたらなんか知らないけど、お腹があったかくないかな。うん、どうですか？少し、お腹あたりかな。そうそう、それでいい、それでいい。少し、なんだか知らないけど、あったかいなと。いいですか？
その少しがだんだん暖かくなってくるよ、ほら。こっちから波動を送ってます。あなたのとこ場所どこですか？九州、佐賀です。おー、佐賀まで電波が飛んでますね、波動が。佐賀の何ていうとこですか？佐賀県の岸間郡ですね。ああ、岸間郡ね。すごいとこまでエネルギーがいってますね。ほーら。お名前は菅原なんていうんですか？菅原重則。ああ、重則さんのとこ飛んでます。はい、そう思ってください。はい、思うとなんだか知らないけど暖かくなってくる。ほら。ちゃんとこれは携帯にエネルギーを送ってます。はいはい、電波に乗せてあなたの力があなたの丹田まで行ってます。ほら、どうかな？暖かさがどうですか？ぽわーって暖かいのが。どうかな？なんか感じるようですね。そうですね。それを足の方に下ろしてみてください。足の方にね。意識で足を思い出す。先っぽの方にそのエネルギーが行くと思う。はい。はい、どうかな？ほら、そうすると、なんか知らないけど、先の方にエネルギーが降りてくる。そうすると先からスーッとガスが抜けたみたいな感覚になる。どうかな？少しわかるような気がする。ほら、だんだんわかってくる。何回かやっていくとそれがわかるようになります。訓練するとそれができるようになります。ほら。頑張って、そこで、スーッと抜ける感じ、自分で作ってみな。わかりますか？抜けるね。はい、抜ける、抜ける。スーッと足からガスが抜けるみたいな感じ。ガスが抜ける。そう、それでいいんです、それでいいんです。何回も思うといいです。スーッと抜ける感じがする。どうですか？はい。いいですか？今度はそこで体が後ろに押される感じ。いきますよ、ほら。はい、体が後ろへ後ろへ押されていく。そういう感じありますか？押されるね。押される。押される。後ろに押されていく、ほら。どうかな？わかりますか？少しですね。はい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 。だんだんわかるね。じゃあ、下に流れるあなたの足の方にまた意識を変えましょう。足の先にエネルギーが流れる。なんか知らないけど、スーッと流れる。どうかな？はい、どうですか？今、気持ちはどうですか？そうですね。なんとなく体が柔らかくなってるでしょう。どうかな？2回か3回やるといいんじゃないかな？この感覚が。感覚がわかると、スーって流れるのがわかるか。あ、これがね。はい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 。そうと流れるね。はい、そうそう。今はちょっとわかんないかな？少しなんかあったよね。それでいいですよ。足の方へ流れるね。そう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 、そう思うと、なんかが流れ出す。はい。あなた何歳ですか？私は76です。76って言うと、
私が77で八白だから。八白土星ですね。はいはい。あなた七赤金星ですね。はい。七赤金星。あは。はいはい。一つ下だからね。あは。何年生まれ？昭和何年？22年です。あ、何月？5月。ああ、じゃあ七赤です。1月、あ、2月3日前は、前の前年度になるから。七赤じゃねえや、なんだ。八白だから、九神なんだね。ああ。じゃあ、あなたは、俺が八白だから、七赤だね。七赤。うん。はい、どうかな？今気持ちはどうですか？そうですね。気持ち的には普通ですね。うん。これ2、3回やるという。丹田をもうちょっと練習して。丹田をね。はい、それが完全に開いたらもっとエネルギー入ります。丹田を開けるね、うん。そうそう。それで足を冷やさないようにして。足もね。桃敷履いてますか？うん、靴下履いてます。桃敷履いてないでしょ？桃敷履いてないです。ダメダメダメ。70過ぎたら桃敷履かなきゃダメ。それも2枚履いて温める。完全にあなたは冷えてる、体が。だから夜寝てて寒い、便所に何回置きます？ 3回ぐらい。ああ、それダメ。腎虚症。腎が弱ってます。何ですかね、出なくてもなんか行きたくなってる。だからそれは自律神経失調してる。ああ。出たい感覚はする。それ冷えてるからそうなの。ああ。まずそこから直す。言われた通りにしなきゃダメ。桃式買ってきて2枚履く。私は77ですよ。桃式履いて、靴下履いて、レグウォーマー履いて、わかります？そうしてるからこのエネルギーが出るの。あ、そうですか。うん、冷やしたらダメ。パーキンソンになるとですね。うん。洋服の着たり脱いだり着たり脱いだりするのがね、ものすごくめんどくさいんですよ。だから、めんどくさいからやらないからいけない。そうなんです。なるべく動くようにする。そうなんです。ね。それで歩くの。歩かないでしょ？そうですね。まあ、歩くときは散歩行きますけど、ね。いや、だから、つつ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 ってなんか突っかかるような感じでしょ？そうですね。うん、それは歩かないからなるの。ああ。で、無理に歩くと壊れちゃう。ああ、なるほどですね。そこのとこが兼ね合いが難しい。ああ。で、何しろ冷やしたらダメ。冷やさなかったら、足の指先が非常に冷たくなってんですね。はい、それでダメなの。痛いんですよね。だからそれがダメなの。それを治さない限り、パーキンソン良くならない。薬はドーパミンをただ飲んでるだけ。そうなんです。だから維持してるだけ、そこを抑えてるだけ。脳の中改善されてない。免疫は全然上がらない。だからあなたが免疫を上げることをやんなきゃ、一生その薬飲んで、パーキンソン治らない。ああ。はい。わかりますね。はい。だから、これ終わったら急いで桃式履く。はい。奥さん、健全ですか？いえ、今年亡くなったんですよ。ああ、じゃあ大変だけど、桃式履きなさい。桃式をね。はいはい。それでもう一回やってみましょう。そうですね。はいはい。持っているけど今年はとうとう履かなかったもんね。ダメダメ、今から履く。これ終わって履かなきゃこれやっても意味ない。体が冷えてるからこの気が入らない。ああ、そうですか。体冷えたら気流れません。ああ。で、あなたは、ん？うん。76だから、なんだっけな。C 席だよね。
親戚厳正76、そうですね。昭和23年、22年 ?22 年です。22年何月 ?5 月27日。あれ ?5 月だったら八白土星だね。そうですね。あ、ごめんごめん、八白土星だ。はい、今見た昭和22、77歳。八白土星。はいはい。八白土星の色は黄色です。黄色い服があなたの色なんです。で、親星が赤です。で、子星が白。だから、頭に赤い帽子かぶって、上着ジャケットを黄色を着て、白のズボンを履いて、黒の靴下でも、履いてください。そうすると色で流れる。今度やるときは、赤はね、中、なんでもいいや、ほっかぶりしりゃいいから、赤いもん。はい。それで、服は黄色着る。はい。上着は、ズボンは白履く。ああ。で、靴下は黒。で、黒の靴を履く。それで散歩すると、気が流れる。今、どんな服装してる？今は、ブルー系統の、ちゃんちゃんこみたいなの着てます。あ、ブルーって緑っぽいんでしょ？いや、青ですね。青ダメ。総国で体痛めてる。あなたは緑、青系はダメなの。着ちゃいけないの。黄色がいい。黄色じゃなきゃいけない。それ着てるから気が入らない。今、いつも黄色のジャケットは私ずっと好きだから。じゃあ今黄色のジャケット着てください。ありますか？いや、今ちょっと下に降りなきゃいけない。ああ、じゃあいいや。それ今緑着てるでしょ？はい。緑だからこの感覚わかんない。ああ。緑は抑えちゃってるの、あんたの体を。緑じゃなくて青ですね。青、青もいけない。緑と青系が三匹白くなる、うん。それであなたの体を押さえつけてる。うん、だそれで邪魔して気がよくわかんない。本当は八白土星だったらあなたは私と同じだから、この気の感覚は完全にわかる。それで、あなたは緑、ブルー系を着てるから足冷たい。それを黄色を着て、下もブルーでしょ？下は黒っぽいですね。うん、黒ね。本当は白なの。こぼしを履かなきゃダメ。そのこぼし通り過ぎて、そのこぼし履いてるからダメなの。赤、黄色、白にしてみな。そうすると、この木が綺麗に入ります。入ると体もっと暖かい。だから2回目の時必ず、1週間後でもいいから、2回やるとき必ずほっかぶりは赤にして、で、帽子、赤い帽子。ちょうどいいじゃない、赤いのは。ね。で、黄色の服。で、白のズボン。で、黒の靴下。靴下。これやったら、この木は綺麗に入ります。ああ、そうですか。で、それをすることによって、あなたの体が暖かくなる。いつも、総国でいじめてる。体をいつも、つっついていじめてる。だから、調子悪い。色を変えただけで、いじめなくなるから。そうですか。だって隣にいじめっ子いたらあなたどうですか？ストレスになりません？そうですね。それが緑系がいじめっ子。絶えずいじめっ子が隣にいる。隣にいるかいるんじゃない、いじめっ子を背中におぶってる。どうですか？おぶってたら辛いでしょ？ただそれを感じなかっただけ。だから、自分の色に対してわからない。
誰も言わなきゃわからない。はい。だから今日聞いたら、それをすぐやる。今から桃式履いて黄色を着る。それで体が必ずぽわっとあったかくなる。じゃあ聞いてみる？今下に降りてこれ終わったら着てみなさい。で、一週間それを着なさい。そうした時にあなたの体はあったかくなります。で、ストレスなくなる。そうすると、まず脳がリラックスする。脳がリラックスすると、ドパミンが、ドーパミンって言うんだね。ちょろろちょろろ出てくる。そうすると、薬飲まなくても、パーキンソンが柔らかくなる。だんだん柔らかくなってくると、最後は消えちゃう。だから、ずっとマイナスをしてた、あなたは。色を間違えてた。その色を息子さんに聞いてみな。息子さんが先生の言う通りだよっていう。これ終わったら結果言いなさい、息子さんに。で、どういう風の指導を受けたかっていうのを言いなさい。そうすると息子さんの勉強にもなります。まず色の指導はどう受けたか。体はどう知ればいいかっていうのを息子さんと話し合いなさい。はい。じゃあこれで終わりましょう。わかりました。はい。じゃあ頑張りましたね。どうもありがとうございます。はい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 。じゃあ一週間後お会いしましょう。よろしくお願いしておきます。はい。ごめんください。どうもありがとうございます。はい。さようなら。貴重な時間もすみません。はい。いいですよ。頑張りましょう。はい。はい。どうも。どうも。はい、菅原さんのお父さん、77歳。いや、76。あ、77か。私と同じ。八白土星。遠隔、どこだっけ？福島とかどっか行ってましたね。終わります。はいはい、ただいまより、欠場さんかな、竹巻さんの遠隔で読みますから、今ね。ちょっと待ってね。読んでみます。はい、LINE。はい、こんばんは。もしもし。はい、どうですか、調子は。もし、はいはい、こんにちは。どうですか、調子は。マキコは、膝がだいぶね、良、うんうん、くなってきて、で、私の方は、あんまり、音差も昨日来たんですよ、音差。ビデオつきますね。はいはいはい。音差は昨日、アマゾンから届いて、うん、はいはいはい、これで、ね、ま、簡単な、なんかちょっと、かけてやってます、うん。はい、どう、調子はどうですか？で、やっぱ聞こえるんですか？ん？まだ聞こえる？現状が聞こえるんですけど、私は現状聞こえるんですけど。はいはいはい。なんとなく自分で先生が教わった通り。はいはい。目を開けて、体に当たって全身開けて。はい。で、喉、心臓を通らせて。はい。耳のところにこうガーッと持っていき方が分かって。はいはい。そんなの、バーって出すわ、なんとなくその時は聞こえなくなるようになりました。うん、だから、それ自分で やらないとダメだからね。自分で、これから、はい、うん、毎日それ続けてみな、そうすると、聞こえなくなるから。これ見えるでしょ、はい、見えます。で、うん、マキコの方見ていただきたいんですよ。はい、ですよ、はい、じゃあ。お願いします、はい、マキコ、はい。はい、奥さんどうかな、足が、うん。また痛くなってきちゃって。どうじゃ？それで、足の痛みを取ってほしいんです。いいよ、ここ、いいかい。手見えるでしょ？はい。はい、これ見て、ずっと見て、いいかい？はい、お腹、完全開ける感覚して。
そうそう、ぐーっと。そうそう、あいたいか気入るような。え、どうですか？ん？あったかいのがブワーって入ってくるわ。はい。ほら、どんどんあったかくなる。どうかな？手よく見て。おー、いいですよ、ほら。体中が暖かくない？はい。なってきたね、ほら。うん、どうですか？暖かくなってきました。はいはい。体を後ろに押される感覚。ぐー。ほら、後ろ押されちゃう。ぐー。お、ほら、ほら。どんどん後ろに押されてる。ほら、頭が後ろへ、ぐー。ほら、そう、倒れちゃう、ほら。倒れていいよ、別に。下がらないでいいよ。はい、自分で倒れたと思ったら倒れちゃって、ほら。後ろ、後ろ、後ろ、ほう。ほら、この感覚ばかりで、ほら、倒れちゃった方がいい。はい、金縛り一回になる、ほら。上からバーッと圧力かかる。どうかな、うおー。と、圧力かかってきたわ。はい、上からプレッシャーかかる。はい、ストレスがずっと抜ける。抜けてる。ほう、体が楽々。はい。はいはい、どうかな？動けないでしょう、動けない。はい。はい、そのまま動いてみたらどう？動けちゃうかな？上からプレッシャーかかる。言葉はできる。はい。今どんな状態？はい。押されて。はい？動けないです。はい、いいですよ。はい。じゃあ、丹田を閉めてください。はい。閉めるとどうなる？ほら。丹田そうそう閉める。閉めるとどうなる？体動けるでしょ、ほら。おい。今、丹田閉まりましたか？はい。じゃあ、ほら、体今、どう、動ける、動けない、どっち？動けます。じゃあ、起きていいですよ、ほら。よいしょ、腹筋の運動、そうそう。はい、どうかな、体中さっぱりしてほら。どうですか？足、意識して、足の方、ずっと、ほら。そうするとどうなるかな足が、ほら。足が暖かくなってきた、ほら。はい。ん？どうですか？ほら、ほら。足が暖かい、ぐーっと暖かい、ほら。どうかな？暖かいです。うん。で、足曲げてみな、少し、ぐーっと。はい。動くでしょう、ほら。はい。動きますね。どうですか？はい、動かして。痛いです。ん？痛い。痛くない？はい。足動かします、うん。はいはい、いいよ、動かしてよ。はい、伸ばしたり縮めたりしてみますよ。はい。はい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 、いいよ。はい、ぐーっと、それ、膝を、横にぐーっとして、そうそう。横にこっち、横に横にする、そう。膝を、そうそう、それを、そうそう、そっち動かす、そうそう。はいよ。はい、ぐいぐい動かしてよ。どうかな？動くでしょう。動きます。はいはい。で、自分で膝を胸の方にぐーっと引っ張って、手で引っ張って。膝をこう抱えて、そうそう。自分の方に引っ張る、ぐーっと。はい、どうかな？痛くないです。痛くない？オッケー。じゃあ、写真撮っといてあげるか。よし、ほら。よかったね。はい、はい、右足、今度左の足やって、ほら。動かしてみな、左の足。そうそう。ぐーっと引っ張って、そう。痛いかな？痛くないです。
です。言いたくないね。オッケーオッケー。じゃあそのまま立ち上がってみな。ほら、起きられるからす。よいしょ。ほら、ぐーっと起きて。え、痛いかな、痛くないかな。はい、どうかな。痛いですか、痛くないですか。ちょっと痛かったけど。うん。今は痛くない。はい。それでしゃがめるか。しゃがんで立ち上がれる。やってみな、ちょっとほら。そうそう、なんか手ついていいから。はい。はい。どう、痛さどう。痛さはないです。じゃあ、立ってもう一回。歩いてみな、ほら。どうかな、ちょんちょんちょんと歩く、ほら。部屋中ちょっと歩き回って、ほら。痛いかな、痛くないかな、ほら。で、あなたは体重10キロ痩せなさい。はい。体重があるから膝に来ちゃう。はい。飯バンバン食っちゃう。はい。だからご飯の量を少し少なめにして。はい。そうしないとダメ。糖尿になるぞ、それ。はい。うん。痩せなきゃダメだよ。10キロ痩せてちょうどいいから。はい。わかった？ご飯の量を少なくして。はい。今、糖尿病です。だろ、糖尿になってるから、これ、太りすぎ。はい。わかる？そのまま糖尿になると、腎臓もやられるから、やばいから、食事療法で治すしかない。はい、甘いもん好きだろ。甘いで好きじゃないです。あ、食べない方がいい。ご飯も少なめにして。はい。わかるね。で、油も何しろ少なめに少なめにする。はい。わかった。それやんないとほんと糖尿病悪くなるとダメだぞ。今度目やられちゃうから、糖尿になると。わかるね。今目はどう？よく見える？はい。じゃあいいわ。はい、しゃがんでいいよ、ほら。もう痛くないでしょ？はい。はい、それで少し家の中歩き回んなきゃダメ。わかったね。今痛くない？痛くないです。いや、わかった。じゃあ、言葉で言ってください。食事の量を少なくしますって。食事の量を少なくします。油分と糖分はなるべく取らない。油分と糖分のものは、なるべく取らない。はい。野菜食にする。これ、頭の中絶えず入れとくんだよ。はい。わかった。それしないとダメよ。わかったね。はい、今、頭すっきりしてるでしょ、ほら。はい。どうですか？すっきりしてます。はい、じゃあ、あなたそのままゆっくり後ろに寝ていいよ、ほら。スーッと後ろに倒れちゃう、ほら。はい、寝ていい、寝ていい。はい、ゆっくり寝ていい。足伸ばして、ほら。足伸ばしなさい、ぐっと。はい、楽、楽、楽。じゃあ、お父さん、ほら、こっち向いて。はい。はいよ。はい。どうかな？聞いてただけで、あなた、辛い？聞いてるだけであなた、楽でしょ？楽です、はい。うん、じゃあ、丹田開いてみて。はい。エネルギー入りますが、ほら。入ります。はい、ずっとエネルギー入れる、ほい。体があったかいあったかいやってくれ。おー。はい、あったかくなってきました。気がどうなったら上に上がってくるでしょうか。上に上がってますか。はい、どんどん上げて。はい、どこまで行きました？頭まで行きました。おい、そしたら耳んとこの裏側の鼓膜んとこに座って気を持ってく。はい。そっから出してみて、スーッと。エネルギーを外、そうそう。外に出す、こう、感覚で出す。はい。出してます。はい、どんどん出して。耳が楽でしょう、両耳。楽です。はい、そうそうそう。うまいうまい。どんどん出す、どんどん出す。
出して出して出しまくる。いいですか？だんだん聞こえなくなる、ほら。嫌な雑念が聞こえなくなってくる。どうかな？はい。聞こえてますか？聞こえなくなってきました。はい、聞こえなくなってきた。いいですね。はい。どうかな？クーラー入れてみてください。クーラー今入ってます。音しますか？ガーガー。あの、クーラーの音はしますけど。うん。あの、喋る声は聞こえなくなります。はい、どんどん聞こえない。おー。じゃあ、私は聞こえなくなる、聞こえなくなるって5回ぐらい言ってみて。はい。私は聞こえなくなる、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 私は聞こえなくなる。はい。雑念が聞こえないって5回言って。雑念が聞こえない、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 雑念が聞こえない。はい、いいですよ。どうかな？今聞こえますか？聞こえないです。はい、じゃあ、あなたはどこだっけ？場所言って、これ動画載せていいんかな？あ、載せていいです。はいはい、じゃあ、言葉、動画載せときます。住所と名前言ってください。宮城県仙台市です。はい。宮城北区です。あれ、消えちゃった。あれ、大丈夫？向かいます？ちょっと待って、今消えちゃった、なんか。変なとこ押しちゃった、ごめんなさい。はいはい。もう一回言ってください。はい、もう一回。宮城県仙台市。はい。結城たけしです。はい、OK です。じゃあ、それで聞こえないですね。はい。はいはい。どうかな？今聞こえるかな？いや、もう聞こえないです。あのですね。はい。ま、妻の巻子。うん。巻子は、うつ病とパニックと、うん、見えるんですよ。はい。まだ見えちゃう？まだ見えてんね。もう一回見てほしいんです。あ、じゃあ見えてんの撮りましょうか。じゃあ、もう一回、マキさんね、出してください。じゃあ、マキ起きて。はい、起きて、意外。今見えるかな？見えます。それで、頭痛いかな？痛くないです。よーし、意外。これ見てんだよ、ここ、意外、ここ見て。意外？これが、アジナだからね。これ見てて、この手を。意外、閉じるよ、ぐーっと、ほら。先生のビデオは映ってないです。あ、映ってない？オフになってます。あれ？オフになっちゃってる。どこだ？カメ、あ、ごめんなさい、カメ、あ、オンになってるよ。ダメ？あれ、オフ、普通ではオフになってます。カメラ、オフ？あ、オンにする？もう一回かけ直していいですか？あ、いいですよ。じゃあ切りますね。はい、じゃあ切ろう。どうかな？はい、来た。はい、カメラをオフはオンにするよ。オッケー、あ、これ、オッケーですか？これ見ください。はい。見えます。はい、じゃあ行くよ。奥さんこう見て、ここ。いかい、これアジナ、いかい。これ閉じると見えなくなるよ、いかい。1、2の3。はい、だんだん見えなくなってくる、ほら。見えない。はい、閉じた、どうかな？はい。見える？見えます。いいかい？もう一回行くよ。三回ぐらいやる、いいかい？これ見てろ、ここ。あ、頭のそこ。私のここ。いいかい？これ閉じてく、ぐーほら。ここでピタッと見えなくなった、ほい。どうかな？薄くなってきたでしょ、ほら。ちょっと薄くなりました。はい、もう一回行くよ。まだまだ、ここいいかい？よく見る、ここ。はい、ぎゅーってアジナが閉じる。はい、閉じた。どうかな？さっきと変わらないです。薄いかな？濃いかな？濃
薄くなりました。はい、じゃあもう一回いくよ。一回ここよく見てる、ほら。胃が、味が閉じる、ぐー。はい、閉じる。はい、どうかな、濃さがどのぐらいになった？かなり薄くなりました。意外そこで思うんだよ。次の回やると、薄さが薄くなって、ほとんど見えないって口で言ってみな。もう一度お願いします。もう一回これやったときに、薄さが薄くなってほとんど見えない。それを口で言ってください。次やったとき薄くなる、ほとんど見えないって言葉で言う。次見たときにほとんど見えない。うん。それを3回言ってみな。次に見たときに、はい、ほとんど見えない。次に見たときに、ほとんど見えない。次に見たときに、ほとんど見えない。いいかい？見えない、見えない、見えないって5回言ってください。見えない、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 見えない。ほら、どうなってきた？周りが。意外ここ見てるんだよ。これを閉めるとあなたは見えない見えないになるよ、意外。はい、閉まりました。はい。あ、はい、薄くなりました。薄くなった？はい。意外、これが終わって2時間か3時間経つともっと薄くなる。言葉で言って。はい。だから2時間、3時間後に。はいはい。薄くなる。そう、薄くなる、薄くなる。そしてその後、ほぼ見えなくなるよ。はい。いいよ、それで OK。はい、そのまま体が押される。ぐー。頭が後ろ、後ろ、後ろ。はい、倒れちゃう。1、2、の3、ほら、後ろへゴーン。はい、そのまま寝ていいよ、ゆっくり。お父さん寒いかなんかかけてあげなさい。はい。はいよ。どうかな、お父さんは。今はなんかもう、何っていうかもう、わかんないと聞き取れないです。もう、そうなったでしょ？聞こえないぞ。それだったら、苦にならないでしょ、あんまり。はい、苦にならないです。じゃあ大丈夫よ。じゃあまたやろうね。はい。はい、じゃあどうも。はい、先生の放送楽しみにしてます、いつも。はいはい。先生の放送いつも楽しみにしてます。はいはいはい、わかりました。これからまた今からブラッチでちょっと1時間ぐらいあるから、聞いててください。はい、じゃあね、バイバイ。はいはい。はい、さよなら。はい、切っていいですよ。切ります。はい、はい。はい、バイバイ。はい、終わりました。じゃあ動画あげます。